おはおはようございます。朝ごはんタイムです。稲田リンボさん、かわいい、ありがとう。そう、昨日大丈夫でしたか？地震。私は爆睡してました。夜中に一回起きて、なんか喉が渇いて一回お水取りに起きたら、そう、なんか LINE が来てて、地震あったよって来てて、そう、チャーハン、そう、流行んないでしょ。美味しいけどパラパラじゃないちょっとべちゃっとしてるまえたん48さん、ハートありがとうございます。そう、去年作ったかぼちゃが出てきた。今日は30分ぐらいです。これは自分で作りました。あのね、パックご飯あるじゃん、あれで作れるチャーハンの粉みたいなのがあって、炒めるだけでいいの。食べながら配信したら45分ぐらいまでできるかも。おはよう。おはようございます。そう、超簡単よ。パックご飯をフライパン入れて、卵割って、チャーハンの粉振りかけるだけ。その代わり、まああれね、あの野菜とかは入ってないけど、ちょっとだけ入ったんかな、ちょっとだけ入ったんかも。
眠たい。ランスさん、はじめまして。初見です。こんにちは。四国では朝からうどん食べるの普通？そうなんですか？わかんない。広島出身だから。そうなんかな。でも香川とかはそうかもね。今日まだ暑いのか。なかなかあれだね、涼しくならないね。お話し会とサイン会ならどっちがおすすめですか？ですか？どっちもです。どっちもです。おはようございます。青森だけど朝チャーハンある。これは別に広島の朝ごはんじゃないでしょ。そう、別にあったから。おはよう。あ、なんかもみじ追加されてない？ヘギジシンチャー先生、もみじありがとうございます。もみじと一応ありがとうね。夜中の地震は怖いよね。飛び起きちゃう、心臓に悪い。昼間はさ、まだ明るいけん、えってびっくりするだけでなんか終わるけど、飛び起きるけん本当に心臓に悪い。嫌だよね。ゆずびさん、秋だね。ありがとうございます。そういうギフトがあるのか。めーたん48さん、もみじと一応ありがとうございます。一応なんかさ、去年作った気がせん。おいしょ。朝早い方ですかね。なんかいっぱいお花がある。つぼゆすけさん、ハートありがとうございます。みやっちさん、コスモスかな、ありがとうございます。まえたん48さん、超いっぱいありがとうございます。もみじもみじ、たけるくん、きのこありがとうございます。ほら、一応あった。もみじはないかな。もみじはなさそうね。一応ならあったわ。グダットさん、まみじと一応ありがとうございます。秋のギフトいいね。そう、全部取ってあります。ハスちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。メロンパンさん、きのこありがとうございます。おはようございます。今日は僕の太陽公演とオンラインお話し会しに行って、最後です。今日受付最後です。あ、エナ700さくらさん、いってらっしゃい。顔またね。いってらっしゃい。いいお母さんになりそう。ほんと？折り紙できたらいいお母さん。
メロンパンさん、トンボありがとうございます。アキラさん、もみじ。メロンパンさん、もみじ、ありがとうございます。お、ツーショット写真会ありがとうございます。まさふみさんもありがとう。12月18日はツーショットもあるので、感謝枠のツーショットもね、楽しみだ。本当に早く始まらないかな。僕隊公演は今日は DMM さんで配信もあります。広島来られない方はぜひぜひ配信見てください。カピバラミキヤさん、バラありがとうございます。バラありがとう。ツーショットあるよ。12月18日4時間目だっけ、会社枠4ですね。会社枠1、3がお話し会で4時間目ツーショットです。今日の髪型は決めてます、ゆなまま。そう、今日配信はありますよ。コスプレはね、ちょっとする予定。そう、 DMM さんで見れますよ。おはようございます。今日の髪型はちょっと懐かしい髪型です。今高3になって似合うか分かんないけど、とりあえずしてみます。ひげちしんちゃん先生、きのこありがとうございます。私探してください。探して、今日はね、救援のメンバーもいて、パセリが大活躍する気がしてるんですけど、私は。どうなんでしょう。メロンパンさん、魔女の帽子ありがとうございます。なんだろうね、懐かしい髪型です。そう、新幹線って動いとんかな、関東の方の方来れるんかな。おはよう。無音です。広島港パセリさん、ファイトありがとうございます。頑張ります。パセちゃんね、いや私もどうなるか知らんなんだけど、ヤヨちゃんのとこどうすんやろうって思って、もともとヤヨちゃんとパセリがペアだったけん、どうなるんかなって思って。ひまわり3人かね。在来線は止まってるらしい。在来線ってあの電車、新幹線なら行けるのかな。あー、声が声が、日暮と両方するのかな。あきらさん50年のありがとう。ゆすさん50年のありがとう。ユニットだけだったら2個いけそうよね。そう、やよちゃんとミリアちゃん休園で、ミリアちゃんの生誕祭は延期です。そう、初めて何メンバーなしというかになるかなって感じ。しっかり立ち位置頭に入れとかなきゃ。ゆうかさん、はじめまして、おはようございます。そう、ミリタンとこにリンコは入るんだけど、ヤヨちゃんはパセがもうタムのポジション行っちゃったから、ペアがいないんだよ。どうなるのかね。ドラクエわかんないです。
あんまゲームしないからわかんない。ダムに戻ってきてもらうしか。ほんとよ、タムおったらパセが何、ゆうちゃんのとこで16人でできるね。ゆねえなんか1日で覚えるのかと思ってたけど学校か。おお、覚えれないことはないかもしれない。いやでも1日でちょっと公園1個分はちょっとあれかな、やばいかも。すごいグダグダなもの見せることになってしまうかも。ショックでまだ布団の中です。でも私もペアがいないんですよ。もうパセリだったから、私が動いたとしても。そう、そう、1日はねちょっと できんこともないような気もするけど、丸1日あればね、1日あって次の日公演ですってなったらできんこともないような気もするけど、あでもね振り付けが違うとこあるけんな。そう、私ももう絶対休めない人なんです。もう今からはちょっと、どうなんだろう、やったことないから全然わかんないけど、でも空花さんとかすごいよね、すぐ覚えていろんな公演出て、いうのもできるようになりたい。ツアーの愛小路のところはもうツアーが始まる前ぐらいから言われてたから、そう結構準備してましたね、あれはしっかり。いつか僕恋公演でやってほしい。絶対順番回ってこいやろ。僕恋公演出れるのかな。そう、昨日そのホームページにアップされたじゃん、救援メンバーいますって。そう、それを見て私寝たんですよ。見てちょっとしてから、そしたら夢でみちさんが出てくる夢を見た。みちさんと一緒に踊ってる夢を見た。そう、正規メンバーみんなで一声にしたら全員3回に1回しか出られなくなる。ああそうなん、40人ぐらいおるもんね、 16×3 そんぐらいか。そう。びっくりした。なんかちゃんとホームページのとこからなんか見えて夢が。今村美月出演って書いてあって、そう、リハーサル行ったら本当にいて。一緒にやってた夢を見た。今日は中間テストの問題作り、先生だ、私はその中間テストを解いてます。簡単なのにしてください。いってらっしゃい。そう、もう声明になったらどうしようって思った、びっくりするわ。あつしさん寝るの早いな。言うのより早かったんだ昨日。頑張ります。何分？まだ時間ある。
ナノさん。ナノさんあれだ、どこの誰のポジションで出たんだっけ。サーヤン、誰のとこだったかな。12月6のイベント、あーなんだっけ、なんだっけ、豆柴48みたいなやつだっけ。え、出ないはず、多分聞いてない。え、メンバー書いてなかった気がする。アンナちゃんじゃなかったかな。ナナさんはサコちゃんのとこか。あー、じゃああれか、あんま変わらんか。シミサラとサコちゃんのとこだね。今日はシミサラが出ます。メンバー書いてあったよね。私なかった気がする。やばい、眠たくなってきた。今日はテスト最終日、頑張るぞい。頑張るぞい。え、私のツイッターのアカウント出てた？どういうこと？ホームページに？今日は2教科です、数学と英語、頑張ります。どっちも解ける気がしなくて、もう諦めの朝なんですけど。アンナちゃんと間違えたんかな。あー、ジパングウェブさん、なんでかね、間違えたんかな。アンナちゃんと川又で、アンナちゃんですね。それかなんか別の中に内容で私が載ってるか、見てないや。そう、数学と英語、英語は勘でいくけど数学はもう諦めです。数学本当にわかんない、本当にやばい。間違いかもね、多分。数学と英語は本当にきついよね、しかも最終日に。本当に嫌だ。しかも数学時間長いけんさ、もう解けんし暇なんよ。めっちゃ暇なんですよ。もう眠くなる、どんどん。数学の先生はね、喋ったことないですね、個人的には。数学の先生ちょっと怖い先生なんですよね。怖いっていうか、なんかきついんですよ、言い方とかが。だからあんま好きじゃない。ほぼ無理だよ。人気数学得意なメンバー多い。本当？私も中3まではあの学年何位とかだったんですよ。めっちゃいい方だったんですよ、中学校までは。だけど数一の半分ぐらい待ってて、もうギブアップした。数一、数 A、 数二、数 B になってもう無理だった。うわーってなって今はもうどん底です。下から数えた方が早いって感じ。そう、物理はもう無理だと思って取ってないんですよ。代わりに地学を取りました。え、学年は200人ちょっととかいた。学校の学年何位でしたよ、上位でした。トップ3とかだったんですよ、中学校までは。どうした高校。いきなり
今は地学と地理がそんな、あでもまあ一桁になったことないけど20位とか、学年20位とかです。おはよう。そうまだ文系だから助かってる、数三とかやらなくていいから。物理は無理よもうやる前から難しいの分かっとったけん選びませんでした。地理地学は得意なんですよ。でも今回の地学ちょっとやばいかも、計算問題多すぎて全然分からんかった。あの有効数字第何桁までとかもうわーってなるんですよそう本当になんか無理。しかもあの宇宙とかの先よりじゃけん10の15乗とかあるんよ、わけわからんよそんなのどうやって計算するんって感じ。地学は本当にあの桁がとにかく大きいんですよね。頑張る勉強小学校で諦めました。早くないね、無理ですよ本当に。地学は地学の計算はできるもんじゃない。今半ぐらい、もうちょっと喋れるかな。おはようございます。29分、ありがとう。理系だけど諦めたすごい、それでもどうにかなるんだ。学校は寝るために行くところでした。いや今日は本当にそんな感じになるかも。大学までついてる中学だったので、いいな、めっちゃいいじゃん、ずっとそのまま上がっていけるやつ、いいね。私は普通にあのバラバラなとこなので勉強してなきゃ。そうテスト終わりで公演だよ、めっちゃきついんだけど普通に考えてそうやばいよね。でもねなんかね、あの公演始まったらテンションハイになって 100% 出し切るんですよ。あもう100以上出し切るんですよで終わってからめっちゃぐったり、もう眠たいって感じになる。もう帰り道やばい、めっちゃぼーっとしちゃう。そう金曜日じゃけんね、頑張るしかない。公演はもうなんかね、曲オーバーチュア始まったらめっちゃやる気になるんですよ。それはいいんじゃけど終わった後のことを全然考えんやばいのよ。そう気をつける。あと10時間後、そうね17時だから限界突破ですねエンジンありますよ、やるエンジンは。 TMM さんで僕の太陽公演見てくださいそうそうよ、徳島ラーメンの時も公演昼夜2公演もうやりすぎて眠たくなって食べながら寝てた。そう西武っていうことができないそうだからたまにもう本当にビンゴと僕隊の時に意識ないぐらい疲れ切ってる時もある。でもレイダウンで一回ちょっとなんていうのリセットできる、体力的には。そう週末はねゆっくりできるから
だって私9時に投稿したら12時まで寝てていいんだもん最悪そう、起きとったらもう来たやつからどんどん返していくけど、私のツイッターにそんなにリプが来るのかという不安もあるでももうあんまり数字は気にしない、気にしなきゃいけないんだろうけど気にしない、マイペースにあ、でもそう、今日起きたらツイッターのフォロワーさん3005人かな、超えててびっくりした。一人200リップ1か2でお願いします200も絶対返せれん、結構来るのかな質問系のリプ。確かになんか、うん、質問系がいいかもね。1か2で、そう、3000人、起きたら超えててびっくりしたママ切り番狙ってたのにってそう昨日言っとった。昨日お寿司食べよるときにね、ママがママにツイッターフォロワー何人なんて言われて、2990何人なんよとか言って、あともうちょっとよとか言ったら、じゃあ私3000人目狙うけとか言っとったのに、多分夜中のうちに超えてましたねママ残念でした。ママも夜は爆睡する人なので、200も超えるのかな、やば、昨日の写真可愛かった嬉しい、もうツイッターの上げる写真がそうどんどんなくなってきたから、めっちゃ昔の写真とかを出してる。あれも夏のツアーの時の写真ですね、徳島の時かな多分泣いとる泣いとる、切り番狙いたかったらしい。新一さん、もみじありがとうございます。3時間だと200以上は来る、本当？なんかなんかあのその12時以降に来た人とかにも普通に返しちゃいそうで、だからあんまり厳しく見ないで優しく見てください。デセイズハートさん、コスモスありがとうございます。そうツイッター用ね、日曜日どっか行くかね。お話し会追加、しんいちさんありがとうございます。もうぼちぼちですね。おはよう。おはようございます。しんいちさん、ハートありがとうございます。さとしんさん、ハートありがとうございます。リプね、リプ、うん、返しにくいやつでもなんか返すよ全然違う話題で返すかもしれないけど何か返すから。そう、
じゃあランキング読もうかな。ぼちぼち。しーちさんからまたね。ランキングいきますか。いきましょう。行きましょう。ランキング13位 KRD さん、12位まゆたん48さん、11位みゆさん、10位たけるくん、9位メロンパンさん、8位のりさん、7位リンクさん、6位浴衣の方、5位井上義弘さん、4位瀬戸内大大大好きさん、3位なるみさん、2位かずさん、1位あきらさん。はい、男女の皆さんありがとうございます。テスト頑張りました。たけるくんファイト、ありがとうございます。ということで今日は上に書いてある通り17時半、夕方5時半から僕の太陽公演があります。来てくださる方は楽しみましょう。来られない方は DMM さんで配信があるのでぜひ見てください。そして ST48 7枚目シングルヘタレテチオのオンラインお話し会、今日が受付最後です。新日程最後です。またあるのかもしれないけど、とりあえず最後です。後悔しないようにお締めには申し込んでください。ということで今日も配信を見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ありがとうございます。今日金曜日ラスト頑張りましょう。はーい、ありがとうございます。それではテスト行ってきます。皆さんも頑張ってください。じゃあ行ってきます。それでは配信終わります。5、4、3、2、1、川またね。行ってきます。行ってらっしゃい。